映像作品ドゥーリマージュの撮影でフランスに行ってきたマリス・ミゼルのメンバーを代表してガクトさんにフランスで感じたこと、そして新曲オルボワールへの思いを語ってもらいます。フランスがすごく僕の肌に合ってた。風の匂いとか人の持ってる温かさ、そういうのがすごく僕には心地よくって、マリス・ミゼルの曲ってフランス語がタイトルになることが多くって、次のオルボワールっていう曲にしても辞書で弾いて出てくる答えと実際にその本当の意味っていうのとはだいぶ差があると思うんですよ。僕はそういうフランスに行ってすごく感じて、オルボワールっていう意味もさよならではなくてまたきっと会える、僕にはそう聞こえました。プロモーションビデオ撮影で髪を切ったガクトさん、髪を切ることへの躊躇戸惑いはなかったのでしょうか。僕にとってその躊躇とか戸惑いっていう言葉って必要ないですよね。何かものを作る人にとって一番必要のないものなんじゃないのかなってそう思います。髪は伸びます。作品をよりいいものにするために一番ベストな方法を取るっていうのが僕の仕事だと思ってます。